本日の試合を振り返ってください。まあ、前半立ち上がりから、まあ、自分らのペースで持ち込めてた部分もあったし、逆に後半は、まあ、詰め込まれる部分が多かったんですけど、まあ、でもしっかり5点取って勝ち切れたので良かったと思います。本日の得点シーンを振り返ってください。まあ、なるみさんが仕掛けて、まあ、そこで1回背後でもらおうとしたんですけど、まあ、なるみさんの状況も良くなくて、まあ、田中さんからのロングボールで、まあ、自分がドリブルしてたんですけど、まあ、あんまはっきりと覚えてないんですけど、まあ、リコさんが相手を引き切ってくれて、自分がフリーで打てたので良かったかなと思います。次節は上位直接対決ですが、意気込みをお願いいたします。次も本当に首位のチームである浦和レッズなんですけど、まあ、相手関係なく自分のプレーをしっかり出して、まあ、チーム一つになって勝てれば一番ベストな試合だと思うので、これから来週も頑張るので応援よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。